どもならずは、日本の競争馬場名は、どうにもならず、単語弁で、どうにもならないワンパク社のい馬種は、陳名馬を、数多く所有することで知られる、小田切祐一。2007年10月21日、京都競馬場、第4レースの新馬戦に、岩田厚生機場でデビューした。デビュー戦は2番人気。 ダンツ平楼に小馬審査をつけて逃げ切られ、どもならずは2着だった。その後もダートの短距離戦を使われていたが、2009年2月21日に、初芝となった500万下平場戦を勝ち上がってからは、芝の中距離レースへと主戦場を変えた。1000万下条件を勝利するまでの下級条件時は、全4勝を通過順位6番手以内の先行客室で、2009年 オープンへ昇級後はなかなか結果がついてこずに、オープンの壁を感じている状態だったが、柴田義富が帰場した2010年7月11日の七夕章では、これまでの先行作から一転して後方につけ、四角最後方から大外に進路を取り、残り数十メートルの地点で差し切って、重傷初勝利を飾った。柴田は以前に帰場した際に引っかかりながら意図しない場面で、 戦闘に出てしまったことが印象に残っており、それを踏まえた上で後方からのレースを考えていたという。なお、アフリート3区の JRA 芝重賞制覇は2001年の CBC 賞で力合体感が勝利して、以来、9年振りのことであった。続く8月1日の小倉記念では、出走18頭中12から14番手を追走するも11着に敗れた。 前が詰まる場面もあったが直線では伸びきれず、調教師のおとなし秀では敗因を暑さでのバテに求めた。安城の柴田は当日が小倉競馬場での初起場となり、レース前には報道陣を前にどうもならないね。とおどけてみせていたが発言通りの結果となってしまった。サマー2000シリーズ優勝を狙い出走した8月29日の新潟記念では、 最後方でレースを進めるも2戦続けて11着と大敗した。レース前の音なしはコンスタントに使っているが体調は維持できていると体調面に自信を見せていたが安城の柴田はレースを振り返り夏負けかもすぐ止まろうとする感じだったとコメントした。サマー2000シリーズも勝ち馬成田クリスタルに1ポイント及ばず2位タイでシリーズを終えた。 しばらくの休養後、12月11日の中日新聞杯へ出走。行為を追走するも直線伸びきれず7着に敗れた。続く12月26日の2010、ファイナルステークスでは3番手追走も11着に、敗れた。明けて6歳初戦の日経新春杯では、後方でレースを進めるも11着。続く、小倉大将天でも12着と大敗。 落葉ステークスでは、後方から A の下が6着、中京記念では7着と惨敗。しばらくの休養後、6月26日の下市ステークスへ出走。注意を追走するも直線伸びきれず9着に敗れた。連覇をかけて挑んだ七夕賞では、後方から追い上げてくるものの5着、続く7月31日の小倉記念では中断を、追走するも12着。 国倉日経オープンでは、後方追走のまま7着、京成杯オータムハンデキャップでは10着、ポートアイランドステークスでは6着、富士ステークスでは16着、連投で臨んだ、カシオペアステークスは13着、福島記念では中断を追走するも伸びず12着、中日新聞杯では、後方追走のまま14着、2011、ファイナルステークスでは13着に敗れた。 2012年1月4日付で JRA 競争馬登録を抹消。船橋競馬に移籍。船橋競馬移籍初戦の隅田川をオープンでは11着。伝統で臨んだふさの国オープンは4着。5月2日の柏記念では中断を追走するも直線のビズ11着に敗れた。大井記念は16着と、との負けに終わった。6月18日付で。 地方競馬登録を抹消された。重賞レースを勝っているにもかかわらず、功労馬つなぎ、養展寺事業の対象馬になっておらず、その後の消息はわかっていない。母アンプルカットは、成田早草ぶさを父に持つ下神戸牧場の自家製産馬で、成田早草ぶさの産区の中でも数少ない JRA デビューを果たした馬であった。また、 成田はやの産区で繁殖入りした唯一の馬である。母、母フともに強いダート適性を持っていたことから、後輩相手にはダートに引い出たアフリートが選ばれ2005年の初生産馬として出生した。ありがとうございます。